非情な男、山川雅夫作。私は顔を上げた。やはり彼女だった。窓越しに彼女の目が愛玩するように私を見つめている。開けてくれと言うのだ。黒い窓に彼女は音を立てる。次第に強く、執拗に、その音が続いている。彼女は身もだえをし、全身で私に合図している。だが、私には彼女を部屋に入れてやる気は毛頭ない。断じてない。そんなことをしたら、かえって面倒なことになってしまうだけだ。この深夜、ここまで単身でやってくるというのは、彼女にしたら、確かに大変な決意だっただろう。それはわかる。恐怖も躊躇も金繰り捨て、彼女はむき出しの本能そのままに化し、ただ闇雲に、それに忠実になることに自分をかけ、夢中でここまでたどり着いたのに違いないのだ。いずれにせよ、よっぽどのことだったとはわかる。でもいわばそれは、彼女の勝手、彼女のエゴイズムだ。私の知ったことではない。私は目をつぶった。私には、彼女を徹底的に拒絶し抜く他はないのだ。明日、私はこの窓の下、硬いコンクリートの上に冷たくなった彼女の死骸を見つけるだろう。もはや、動かないその彼女に勤勉な真っ黒い昆虫たちが異臭している。かわいそうに、と私は口の中で言った。が、それもやむを得ないことだ。彼女の美しさに驚嘆したのは、すでに遠い過去のことだ。私にとり彼女はもう、ただ、うるさいだけの存在に過ぎない。私には彼女を、見殺しにすることしかできない。非情と言われ、冷血と罵られてもいいのだ。仕方がない。私には私の世界がある。私はそれを彼女なんかに、かき乱されたくはないのだ。彼女は知らないのだ。孤独な夜を逃れ、闇の赤霊から逃れようと、彼女が心躍らせてやっとたどり着いたこの窓こそ、実はもう一つの決して終わることのない、彼女の夜、永遠の彼女の闇に続く扉なのだ。そこにこの私がいる限りは、いい加減に彼女はそれに気づくべきだ。彼女は相手の選択を誤ったと言うべきだろう。突然彼は頬を打たれた。びっくりして彼は机から振り返った。バスタオルを胸に巻きつけた女が唇をわななかせて彼を睨んでいる。いい気な人、呆れ返るわ。岩上がりの肌からポタポタと光の玉を滴らせて。だが女は蒼白な顔をしていた。何よ、色男ぶっちゃってさ。女は精一杯甲高い声でわめいた。今夜だってさ、あんたが一人きりで寂しいだろうと思ったから、わざわざお店の帰りに寄ってみてやったんじゃないのさ。何さ、それをまるで。私のこと押しかけてきた色狂いみたいに書いてさ。あんたなんか錯覚してんじゃない？女は目をつり上げ、あざけるような顔で無理に笑った。化粧を落とした顔。眉のない顔の中で、ピクピクとまぶたが小刻みに動いている。老けたなぁ、とぼんやりと彼は思った。何ポカンとしてんの？ごまかそうとしたってダメよ。私ちゃんとそれ読んじゃったんだからね。何を気取っちゃってさ。私は彼女なんかに私の世界をかき乱されたくない。だなんてさ。ふん。あんた私が結婚してくれって言い出すと思ってんじゃない？そうだわ、きっと。それが怖いんだわ。どれ、もう一遍見せてよ。
女はまくし立てて強引に机の上の紙切れを取り上げると初めから読み直した。その間彼はほとんど言葉をなくしていた。恐ろしい人。女は叫んだ。みるみる目を大きくして、女は唇を引きつらせた。あんた私を殺す気なのね。なんだって？慌てながら、だが彼は頬に浮かぶ笑いを抑えきれなかった。笑っている。笑いながらあんたは私を殺すんだわ。女は髪をわしづかみにし、声を上げてそこを読んだ。声は次第に悲鳴に近くなった。明日、私はこの窓の下、硬いコンクリートの上に冷たくなった彼女の死骸を見つけるだろう。あんた、この窓から私を突き落とすつもりなのね。ここは誤解だわ。突き落とされたら誰だって生きちゃいられないわ。まあ、なんてこと考えるの。女はじりじりと後ろに下がり始めた。彼は立ち上がった。いや、いや、女は絶叫した。やめて、動かないで。何も殺さなくったっていいじゃないの。そんなに私が嫌いなんだったら。私自分から出て行くから。ね、信じて。私もう二度とこのアパートには来ません。約束する。二度とあなたにうるさくなんかしません。お願い。だから殺さないで。女はくるりと白い背中を向け、浴室へと突進した。一変横転した。浴室の中へ入って、素早く鍵をかける。慌てて、服を身につける物音が聞こえる。彼は床に落ちた紙を拾い、シワを伸ばしながら机に戻ると大きく呼吸を吐いた。ゆっくりとさっきの続きを書き始めた。いくらでも体当たりをするがいい。一晩中でも。私は窓を開けない。私には金輪際。がなんかを部屋に入れてやる気はない。私は彼女の撒き散らす鱗粉が大嫌いなのだ。夜に向かった窓、その窓の外で赤い目を怪しく輝かせて、彼女はまだ羽を震わせ続けている。だがちょっと考えて彼は手を休めた。別にこの部分を女に読ませてやり、その誤解を解く必要はないのだ。あの女にはもうすっかりうんざりしてきている。おっちょこちょいで、しつっこくて。壊れた蓄音機よろしく、一旦喋り出したら手がつけられなくなる。あの女。顔にはシワが目立ち始め、下腹に余分な脂肪がつき、近頃では店でも酔っ払っては、すぐにヒステリーを起こす傾向の強くなった、あの女。今さら執着する理由はない。そうだ。これは絶好のチャンスというやつかもしれない。ねえ、殺さないと約束して。浴室から怯えた女の声が聞こえる。お願い。廊下の扉を開けておいて。そしたら私ここからまっすぐ部屋を出ていくから。二度とあんたに迷惑かけることはしません。本当、本当よ。お願い。要するに、ただ黙って部屋から出してさえやればいいのだ。そうしたら彼女との一切のことは済むのだ。案外これが潮時というものかもしれない。彼は手の中で、いたずら書きの紙切れを丸めた。まだ窓に羽をぶつけている蛾を眺めながら、その紙切れを勢いよく、くずかごに放り込んだ。廊下の扉をわざと大きな音を立てて、いっぱいに開け放った。